霧の森大福は、愛媛県四国中央市新宮町の観光スポット、道の駅霧の森内にある菓子工房で製造販売されている和菓子。霧の森大福霧の森大福中心に生クリーム、その周りにコシあん、そしてそれらを抹茶を練り込んだ餅で、くるみ、抹茶をまぶすよえ構造になっている。クリームとコシあんの甘み、抹茶の苦みのバランスをとる。 この大福に使用される抹茶は、収穫前に黒い布をかぶせて、日光を遮る、かぶせ抹茶という幸い法により苦味を抑えている。また、完全無農薬有機農法の新宮茶を使用するなど、品質にもこだわりを持っていて、一つ一つ丁寧に作られている。そのため、大量生産に向かない。現地の霧の森茶フェ、ゆるりでなら、 雰囲気のある砂防で一個から食べることができる。持ち帰りの場合は、同建物からの続き棟の菓子工房で箱入りを売っている。多くのテレビ番組でも取り上げられ、2004年10月26日放送のプッスまで紹介されてから20時間ほどの間に、それまでの通常期の半年分に匹敵する5000箱の注文が入り、また2004年11月6日放送の 朝パラで紹介された後も、わずか30分の間に2000箱が完売した。この頃から、ネット通販は不定期になり、年に数回だけ実施されるようになった。ネット通販競争率は、人気がある100倍以上のことも、現地の菓子工房でも1人3箱までという、販売制限を行っているにもかかわらず、午前中に完売になることがある。ありがとうございます。